今回は、あれをこうやってああしたいと思います。何？それはああやってこうするのか。これをそうやってああするなんて驚きだよ。何をどうやってどうするんだよ。はい、ウィルを集めるためのトラップタワーを作りましょう。今回はウィル集めに特化したトラップ、アイテムや経験値のことは考えていません。まずはこうやって、木のスパイクを作成。敵にダメージを与えてくれる設置物です。ただしとどめは刺しません。体力1の状態で活かしておく。鬼畜なやつだね。ポケモンで言うと峰打ちだな。これで体力を減らした敵を、ウィル集め用のソードで一網打尽にするわけです。次に、モブファンを作成。モブを吹き飛ばす扇風機ですね。敵でも味方でも、見境なくぶっ飛ばします。お笑い番組で、たまに芸人が体験するあれだな。スティーブは特殊な訓練を受けていますが、それでもモブファンには勝てません。これではいた敵を処理槽へと運ぶわけだな。モブファンはアップグレードを刺すことで、吹き飛ばし距離とか、左右上下の範囲を増やすことができます。鳥の羽をふんだんに使うね。羽を化学錬金で作れるようになっていて本当に良かった。で、最初に作ったトラップタワーが、これ。しょぼい。どうせ洞窟がない世界では木潰しとかないし、湧き層が小さくてもまあまあ湧くでしょうという浅はかな考えの成果です。読んだ。成果さんは読んでないです。で、結果から言うと、なぜか一切敵が湧かなくて失敗しました。なんで湧かなかったのか、さっぱりわからん。メガトーチの効果範囲に入ってるんじゃないの？メガトーチを撤去しても湧かなかったので、それは違うかと。ということで作り直し。別には基礎を空中に浮かせる必要はなかったなと思い、地上に作成中。よし、これでいいかな？ここから瀕死の敵を攻撃できるようになっています。さっきよりも拠点から離したし、湧き層も広くしたし、これならいけるでしょ。距離をとって、ちゃんと湧くかどうかチェックだ。ミニマップに赤いアイコンが出れば成功だね。お、湧いたじゃん。作戦は成功ですね。あとはちゃんと処理されるかどうか。なんかすげえカランカラン言ってる。ちゃんと敵にダメージを与えている証拠ですね。じゃあ、ダメージの入った敵にセンチエントソードでとどめを刺してあげましょう。このソード、あまり攻撃力は高くないのですが、体力1の敵なら関係ないね。ということで、あとは敵を沸かせて倒し、沸かせて倒しの繰り返しで、ウィルがどんどん溜まっていきます。どうせなら、倒したそばからどんどん敵が流れてくるワンコそば方式がいいんだけどね。それをしようとすると、タワーがかなり大規模になりますからね。ベジータルタリックジェムが、満タンになりました。もっと大きなウィルを保管できる、ジェムを用意しましょう。ダイヤ、ラピスブロック、レッドストーンブロック、ベジータルタリックジェムで。レッサータルタリックジェムが完成。今度はこいつにウィルを貯めていくことになります。満タンまで貯めました。いきなりカットかい。だってただ敵を倒して集めるだけですし、レッサータルタリックジェム、ダイヤ、キムブロック、インビュードスレートで。コモンタルタリックジェムの完成。祭壇をティア4にするために、必要なジェムがこれです。またウィルを貯めていきます。はい、400を超えるウィルを貯めました。満タンじゃなくて、400でいいんだね。このジェムをセットして、キムナゲット、レッドストーン、火薬、グローストーンで。バインディングリエージェントの完成。反応触媒ですね。チョークで魔法陣を書きまして、そこにバインディングリエージェントを入れます。うおわ、魔法陣がすごい大きくなった。そしてダイヤソードを投入します。魔法陣ぐるぐるの時間だ。わわわ、なんか雷が落ちてきたよ。すごい儀式をやってるって感じだ。はい、儀式が完了して、バウンドブレードの完成です。ブレード。ブレードにしては先っちょがしょぼくない？ブレードというより、シャベルって感じ。いやいや違うんです。これはモードの切り替えができるのです。おーおー、剣の形になった。これで敵を倒すと、また新しいアイテムを落とします。ですので、トラップタワーに向かいましょう。なかなか2敵が溜まっていたようですね。で、落とすアイテムが、ウィークブラッドシャードです。弱い、血の、かけら？つまりは決戦ということで、高決戦役のお話でもするかね？どうぞ。あ、いいのかい？まず、血の塊のことを決戦というのだが、決戦には、一次決戦と二次決戦があるんだぜ。一次決戦は、みんなご存知、決勝盤が傷口に集まってきてできる決戦だ。
ただし血小板による止血効果は不十分で、簡単に破れてしまうんだぜ。なので、血小板でできた一次血栓を、フィブリンという物質が覆うようになっている。フィブリンが覆うことで、血栓はより強固なものになる。これを二次血栓と言うんだぜ。で、この血栓を作る機構が暴走して、血管の中に血栓を作ってしまうと、病気になってしまう。代表的なのは脳梗塞や心筋梗塞だね。動脈にできる血栓は一次血栓が、静脈にできる血栓は二次血栓が関係していると言われているぜ。例えば心筋梗塞の場合、心臓に酸素を送る血管、冠動脈に血栓ができる。動脈の血栓だから、一次血栓が関与しているわけだな。で、血栓を作るのを防ぐ、抗血栓薬という治療薬があるのだが、これも、一次血栓を防ぐお薬と、二次血栓を防ぐお薬があるんだぜ。心筋梗塞の治療には、一次血栓を防ぐようなお薬が使われるわけだな。すみません、マリサさん、尺がオーバーしております。まだまだお薬が足りないぜ。危険なやつだ。さて、ウィークブラッドシャードと石で、ラージブラッドストーンタイルを作成。このブロックが、ティアー4の祭壇を作るために必要となるのです。ということで、ティアー4の祭壇を組み立てていきます。ルーンが28個、追加で必要になります。ついに壁を突き抜けてしまったので、穴を掘ってたようです。これ、拠点の設計をミスったね。この拠点を作った時はブラッドマジックのことなんて考えてなかったからね。仕方ないね。ほいっと、これで完成。しっかりと祭壇らしくなってきましたね。壁に練り込んでるがな。ちゃんとティアー4になったか、チェックチェック。間違いなくティアー4になってるね。ティアー6まであるうちの、4段階目まで来たわけだな。ここから先に進むにはネザースターが必要になるので、ブラッドマジックは一旦一区切りですね。このモッドはここから先が面白いんですけどね。残りの時間は、拠点の床を張り替えながら、目標について雑談しましょう。目標の話は、昔やらなかったかい？メインの目標は、動画の概要欄に挙げている通りなんですけど、それ以外にサブ目標というものを設けようかと思いましてね。それが、いろんなモッドのエンドコンテンツ的なものを作ろうというもの。例えばエクストリームリアクターズの巨大タービンとか、メカニズムの核融合炉からの蒸気タービンとか、ドラコニックエボリューションの最大ランク蓄電池とか、あれ結構コストえげつなかったような。そういったね、これまでの企画で流行ってなかったエンドコンテンツを今回は目指していこうかと思うんです。それゆえにこの企画はかなりの長期企画になるでしょう、というお話でした。エンドコンテンツの暴力的な生産力を見せて、視聴者さんを紅葉の沼に沈めてあげたいね。紅葉はロマン、それを感じてもらいたいんだぜ。そのためにわざわざタイトルを変えたからな。と、そんなところで、今回はここまでにします。次回も紅葉やっていくからね。それじゃ、いいねとかよろしくね。まったねー。ご視聴ありがとうございました。いいねや高評価などよろしくお願いします。チャンネル登録やフォローしてくれるとあたいは嬉しいな。よければ他の動画も見ていってくださいね。それじゃあ、また次回をお楽しみに。